どうも、今回はメモリのクロックでゲームのフレームレートは変化するのか、というテーマでいろいろ検証してみました。結論としては、ゲームによってはそこそこ変化するよ、という感じで、クロックが低いよりは高い方がいいかなというのが私の本音です。ゲームがしたくて自作 PC を組むんだけど、メモリはどれを選ぼうかな?と悩んでいる方や、古いメモリを使い回してるから、新しいものに交換してみたい。と考えている方は、ぜひゆっくり見ていってください。検証結果をご覧いただく前に、お伝えしておきたいことが3つあって、まず今回はメモリのクロックにのみフォーカスしてます。メモリの枚数や容量についてもよく質問をもらいますけど、ゲームがメインならデュアルチャンネルの 16GB が基本と考えてください。動画編集も頑張るなら 32GB 積んでもいいと思いますが、むやみにメモリの容量を増やしてもフレームレートは変化しないゲームがほとんどです。ただし、メモリが1枚だとゲームによってはフレームレートが伸びづらくなります。以前検証した結果をブログにまとめているので、メモリの枚数や容量が気になる方は概要欄からチェックしてみてね。それともう一つ、今回はメモリのオーバークロックについては深く掘り下げません。検証したのは XMP と SPD の設定を読み込んだ状態のみ。XMP って何なの?という方もいると思うので、後半パートでちゃんとご説明します。最後にもう一つ、メモリの設定を下手にいじると、Windows が起動しなくなることもあります。対処法もお伝えしますけど、リスクがあることをちゃんと知っておいてくださいね。では検証結果を見ていきましょうか。今回試したメモリのクロックはこちらの7種類。DDR5 は容量が 32GB ですけど、さっきもお伝えした通り、容量が増えてもゲームのフレームレートにはほとんど影響しません。CPU は i7 の 12700K、グラボは 3060Ti で統一、どちらも設定はいじらず定格で動かします。マザーボードはこちら。厳密に検証するならメーカーも揃えるべきだと思いますが、そこまでは勘弁してください。検証したベンチマークは6種類。フォートナイトはリプレイ機能を使用して、同一場面の平均フレームレートを計測しました。まずはファイアストライクの結果から。グラフにするとそこそこ差があるように感じますけど、ほとんど誤差の範囲かな。続いて FF15 のベンチをフル HD の高品質で回した結果がこちら。これも誤差の範囲かな。一番高いスコアが DDR4 の3200ですからね。もうちょっとわかりやすくスコアに差が出てくれると面白いんだけど。FF14 のベンチもフル HD の最高画質で試しました。はい、こちらはクロックによる影響がすごくわかりやすいですね。FF14 のベンチはメモリの影響を受けやすくて、クロックが速いほどスコアが伸びやすいです。ただし、あくまでベンチマークのスコアが伸びただけで、実際のゲームの快適度はほとんど変わらないと思います。レインボー 6CG のベンチモードを試した結果がこちら。このゲームもメモリの影響を受けやすいみたいで、クロックが上がるにつれてフレームレートも伸びています。フレームレートが300から500になっても、実用上はあんまり意味がないですけどね。サイバーパンク2077は、レイトレオンの最高画質で試しました。はい、グラフではじんわり上がってるように感じますけど、このゲームはメモリの影響を受けにくいと判断していいんじゃないかな。CPU とグラボがまともなものなら、メモリのクロックが低くても快適にプレイできるみたいです。最後にフォートナイト。レンダリングモードはパフォーマンスで、3D 解像度と描画距離だけを最高にした競技設定でソロマッチをプレイ。リプレイ機能で同一場面の平均フレームレートを計測した結果がこちら。ちょっとばらつきはありますが、メモリのクロックが速い方が伸びやすいかな、といった印象です。リプレイ機能のフレームレートって結構不安定なので、あくまで参考程度に見てくださいね。クロックの低いメモリでも十分なフレームレートを出せていますが、例えば240固定にこだわるような方は、メモリのクロックにも注目してみてもいいかもしれません。ということでメモリのクロックごとに色々検証してみましたが、最初にお伝えした通り、ゲームによってはフレームレートがそこそこ変わります。何をするにもメモリのクロックは低いよりは高い方がいいですけど、必要以上に高くする必要もないと思ってます。ここからは、メモリのクロックをいじる上で最低限知っておきたいポイントをお伝えします。要点を整理するとこの4つ。まずは基本中の基本として、DDR5 と DDR4 には互換性がありません。
形は似てますけど、切り欠きの位置が違って物理的にマザーボードに刺さらないようになってます。メモリを選ぶときはもちろん、マザーボードを選ぶときもどっちに対応したものなのか間違えないでくださいね。次に XMP と SPD について。自作 PC を組んでいて、こんな経験はありませんか？せっかくオーバークロックメモリを買ってみたのに、メモリのクロックが低くなってる、初期不良じゃないの？はい、初期不良ではありません。それは SPD の設定が読み込まれている状態です。メモリって最初は SPD の設定が読み込まれるようになってて、製品ページにも大体記載されています。例えば今回検証で使用した DDR4-2666 のメモリも、SPD ではクロックが 2133MHz になってて、マザーボードに挿したままの状態だと 2133MHz で動くんです。じゃあどうすればいいかというと、BIOS で XMP プロファイルを読み込ませないといけません。マザボのメーカーによっていじる箇所が異なりますけど、XMP の設定は大体わかりやすいところにあります。MSI だとここをクリックするだけで OK。最近は複数の XMP プロファイルが用意されてるメモリもあって、どれを設定するかはパーツとの相性や好みで選んでください。それとクロックなどの設定を手動でいじる方法もあるんですけど、一つ設定を変えただけで Windows が起動しなくなったりするので、初心者の方はとりあえず XMP プロファイルを適用するという点だけ覚えておきましょう。ただね、XMP も万能ではなくて、うまく読み込んでくれないこともあるんです。例えば今私がメイン PC で使ってる MSI の Z690 カーボン Wi-Fi は、買ったばかりの頃、XMP で 5200MHz に設定すると Windows が起動しなかったんです。後日マザボの BIOS を最新にアップデートしたら通るようになったんですけど、クロックを上げるときはパーツの相性などでうまくいかないこともある、ということも覚えておいてくださいね。次に、クロックの速いメモリを使うときは、マザーボードのチップセットにも要注意です。例えばインテルの12世代 CPU を使う場合、H610 はメモリのオーバークロックに対応してないんです。上位モデルのチップセットは対応してますけど、何クロックまで対応してるかは、マザーボードメーカーの公式サイトで仕様を確認するしかありません。BTO パソコンの場合、独自仕様のマザーボードを使っていることもあるので、購入した時についてきた説明書を読むしかないと思います。やってみないとわかりませんが、あんまり無茶な設定はできないかもです。BIOS も市販のマザーボードとはちょっと仕様が違ったりしますし、Lenovo のマザーボードなんて日本語にも対応してませんからね。マジでわかりづらいです。最後に、メモリの設定をいじって Windows が起動しなくなった時の対処法についてです。CMOS クリアという BIOS の設定をリセットする方法があるんですけど、やり方知ってますか？値段の高いマザーボードだとバックパネルに CMOS クリアのボタンがあったりするんですが、ミドルクラス以下だとほとんど見かけないですね。BTO のマザーボードでは今まで一度も見たことないです。ただボタンがなくても問題はなくて、手っ取り早い方法はマザーボードのボタン電池を抜いて5分くらい放置しておくこと。ボタン電池を付け直して、PC の電源を入れ直すと、BIOS の設定がリセットされて Windows が起動するようになっているはずです。もう一つ、MSI の MPG カーボン Wi-Fi は JBAT1 というピンにジャンパブロックをつけることで CMOS クリアができます。ジャンパブロックというのはこういうもので、CMOS クリアのボタンがないマザーボードでメモリの設定をいろいろいじくるつもりなら、買っておいた方がいいかも。Amazon でも数百円で買えます。ただし、CMOS クリアのやり方はマザーボードによって異なるので、付属の説明書をよく読んでください。CMOS クリアについて掲載されているページがあると思います。激安マザーボードだとペラペラのクッソ簡素な説明書しか入ってないことがありますが、そういう時は公式サイトで調べてみるか、メーカーに直接問い合わせてみるしかないですね。メモリに限らず、PC パーツの設定をいろいろいじって遊びたい方は、できればミドルクラス以上のマザーボードを選んだ方がいいと思いますよ。ということで後半パートではメモリのクロックをいじる上で最低限知っておきたいポイントをご説明しました。今回は表面的なことしかお伝えしていませんが、メモリのオーバークロックについてもっと詳しく知りたい方は、ご自身でいろいろ調べてみてくださいね。メモリのクロック数が上がるとゲームによってはフレームレートが伸びやすくなる、という点が伝わっていれば嬉しいですが、実際のところ、今回のパーツ構成だと体感での変化は一切感じられないんですよね。Ryzen 7000シリーズでもいろいろ遊んでみたくて DDR5-6000 のメモリを買ってみたんですが、ARC で 38,000 円くらいしました。
今インテルの12世代で PC を組むなら、DDR4 の早いやつを買った方がコスパはいいかもしれませんし、値段の安い DDR4-3200 を買って、余った予算を CPU やグラボに割いた方がゲームのフレームレートは伸びやすいかもしれません。あくまで私個人の考えですけど、ゲームをメインに考えるなら、やっぱり CPU とグラボがメインで、メモリの優先度は少し下げて考えてもいいんじゃないかな。DDR4-3200 でもちゃんとパフォーマンスを発揮できますからね。どのパーツに予算を割くべきかは、よく考えて判断してくださいね。では今回の動画はこれで以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。